首相官邸に対する原発反対抗議行動を開始したいと思います。中でやってプレスコール行きます。原発反対、原発反対。私は5人の孫がいますが、あの 3.11 の時、1年生の孫がいました。8ヶ月生まれで 1600g、 なんとかこの子を丈夫に育てたい私の願いでした。夏冬二本松に連れてって森の中で鍛えようと、おばあちゃん田舎の水おいしいね、そういう子供に育っていたのに、あの 3.11 からはもう田舎に行かれなくなりました。どうしても稼働するなら、あの田舎に山積みされている核のゴミをその官邸に山積みしてから言ってください。これからももう命かけて核原発ゼロに毎日通います。水は清きふるさと